2019年8月18日日曜日、イケメン役者育成ゲーム A3 A3 の初のフェス型イベント A3ブルーミングカーニバルのラストを飾るクロージングステージにてアニメの新情報が発表された。リベルエンタテインメントが送る大好評配信中のイケメン役者育成ゲーム A3 iOS 版 Android 版総勢24名のイケメン劇団員が登場し、豪華フルボイスのメインストーリー、そして書き下ろしボーカル楽曲が多数で展開される人気ゲーム。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだつぼみ状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせるゲームは、待望の第2部が好評配信中。アニメ化の情報も公開されている。 RR600 万 DL を達成した大人気イケメン役者育成ゲーム A3 がアニメ化決定。今回2019年8月18日日曜日、イケメン役者育成ゲーム A3 A3 の初のフェス型イベント A3 ブルーミングカーニバルのラストを飾るクロージングステージにてアニメの新情報が発表された。出演は春組より、佐久間咲也役酒井光大さん、茅ヶ崎イタリ役浅沼慎太郎さん、夏組より瑠璃川光役時純一さん、秋組より古市左京役海洋雄一さん、冬組より月岡つむぎ役田丸敦史さん、 MC は天心向井さんが務めた。2日間のイベントを賑やかに振り返りながら、早速新情報発表コーナーへ。まずは気になる放送情報。 TV アニメ A3 ハシーズンスプリングサマーが2020年1月から3月、シーズンオータムウィンターが2020年7月から9月に放送予定。メインスタッフとしてすでに発表されている監督篠原圭介さん、シリーズ構成林直樹さん、キャラクター原案藤原さん、キャラクターデザイン創作画監督小松真理子さん等に加え、副監督中園慎吾さん、音響監督浜野光年さん、オープニング主題歌制作はゲーム主題歌に引き続き大石正義さんが担当するということで、前のステージにてライブを行ったばかりの大石さんもサプライズで登場した。さらにメインキャストにはゲームに引き続きの劇団員キャスト20名に加え、個性豊かな劇団員たちが所属する劇団満開カンパニーの主宰兼総監督となる立花泉役として、自身も豊富な舞台経験を持つ名塚香織さんが発表された。リニューアルしたアニメ公式 HP では全キャストからのコメントも公開されている。そして今回はシーズンスプリングより PV キービジュアルキャラクター設定が初解禁となった。続くシーズンサマーオータムウィンターについても随時公開されていく予定なのでお楽しみに。TV アニメA3 TV からシーズンスプリング、その後は大石さんも含めた出演者でのゲームコーナーへ。今回はアニメに向けて A3 を知ってもらうべく、 A3 も魅力をつなぎ、最後はアンで締めるアピールしりとりに挑戦、大いに盛り上がりを見せた。今回のステージと17日に行われたオープニングステージの模様はニコニコ生放送 LINE ライブペリスコープにてアーカイブ配信を行っている。配信期間はそれぞれ異なるので各サイトをチェックしてほしい。
A さん、は2017年1月27日に配信を開始し、現在600万ダウンロードを突破した人気ゲーム。この街には、ビロードウェイと呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りに、この地に降り立ったあなた。総勢24名のイケメン劇団員が登場し、豪華フルボイスのメインストーリー、そして書き下ろしボーカル楽曲が多数で展開される人気ゲーム。前日17日はゲーム第3部の制作が発表されたほか、舞台化作品満開ステージ A さんや、4月から文化放送地上波にてスタートしたラジオ A さん、ブルーミングラジオ、9月25日にブルーレイ DVD の発売を予定しているキャストライブ A さん、ブルーミングライブ2019等多岐にわたる展開を見せている。今後もイケメン役者のつぼみたちから目が離せない。作品情報、アニメ A さん、スタッフ、原作 A さん、 A3 リベルエンタテインメントキャラクター原案藤原亮監督、篠原圭介副監督、中園慎昇シリーズ構成、林直樹キャラクターデザイン創作画監督、小松真理子美術デザイン、石口重賞デザイン、秋月亮美術監督、田辺裕子草薙色彩設計、津森優子 HOA、トライスラッシュ。TV、アニメ化決定ティザー、PV、TV アニメ、A さん。PV からシーズンスプリング、ゲーム情報、A さん。A3、リベルエンタテインメントが送る大好評配信中のイケメン役者育成ゲーム、iOS 版、Android 版。総勢24名のイケメン劇団員が登場。豪華フルボイスのメインストーリー。書き下ろしボーカル楽曲多数。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだつぼみ状態のイケメン役者。元舞台役者のあなたが出会ったのはヘリップ、借金まみれ。お客ゼロ、劇団員たった1名、かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団。ひょんなことからその劇団を立て直すことになったあなたは、劇団の主催兼総監督を任されることになって、ヘリップ、アップストアからダウンロード、 Google プレイからダウンロード、 C ライバーエンターテインメントインク、オールリグ。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだつぼみ状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせるゲームは、待望の第2部が好評配信中。アニメ化の情報も公開されている。RR600 万 DL を達成した大人気イケメン役者育成ゲーム A さんがアニメ化決定。今回、2019年8月18日、日曜日、イケメン役者育成ゲーム、A さん。A3 の初のフェス型イベント、A さん。ブルーミングカーニバルのラストを飾るクロージングステージにて、アニメの新情報が発表された。イベントのオフィシャルレポートが到着したので紹介する。オフィシャルレポート。2019年8月18日、日曜日、イケメン役者育成ゲーム、A さん。A3 の初のフェス型イベント、A さん。ブルーミングカーニバルのラストを飾るクロージングステージにて、アニメの新情報が発表された。出演は、春組より、佐久間咲也役酒井光大さん、茅ヶ崎イタリ役浅沼慎太郎さん、夏組より、瑠璃川光役時純一さん、秋組より、古市左京役海洋雄一さん、冬組より、月岡紬役田丸敦史さん、MC は、天心、向井さんが務めた。2日間のイベントを賑やかに振り返りながら、
早速、新情報発表コーナーへ。まずは気になる放送情報。TV アニメ、A さん。8シーズン、スプリングサマーが2020年1月から3月。シーズンオータムウィンターが2020年7月から9月に放送予定。メインスタッフとしてすでに発表されている監督、篠原圭介さん、シリーズ構成、林直樹さん、キャラクター原案、藤原らさん、キャラクターデザイン創作画監督、小松真理子さん等に加え、副監督、中園慎信さん、音響監督、浜野光年さん、音楽、横山勝さん、橋口香奈さん等多くのスタッフが発表された。オープニング主題歌制作はゲーム主題歌に引き続き大石正芳さんが担当するということで、前のステージにてライブを行ったばかりの大石さんもサプライズで登場した。さらにメインキャストにはゲームに引き続きの劇団員キャスト20名に加え、個性豊かな劇団員たちが所属する劇団満開カンパニーの主催兼総監督となる立花泉役として、自身も豊富な舞台経験を持つ名塚香織さんが発表された。リニューアルしたアニメ公式 HP では全キャストからのコメントも公開されている。そして今回はシーズンスプリングより PV キービジュアルキャラクター設定が初解禁となった。の佐久間咲也以外のビジュアルは初解禁とあって、会場からは一際大きな歓声が上がった。続くシーズンサマーオータムウィンターについても随時公開されていく予定なのでお楽しみに。TV アニメ A さん、 TV からシーズンスプリング、その後は大石さんも含めた出演者でのゲームコーナーへ。今回はアニメに向けて A さんを知ってもらうべく、 A さんも魅力をつなぎ、最後はアンで締めるアピールしりとりに挑戦、大いに盛り上がりを見せた。今回のステージと17日に行われたオープニングステージの模様はニコニコ生放送 LINE ライブペリスコープにてアーカイブ配信を行っている。期間はそれぞれ異なるので各サイトをチェックしてほしい。 A さんは2017年1月27日に配信を開始し、現在600万ダウンロードを突破した人気ゲーム。前日17日はゲーム第3部の制作が発表されたほか、舞台化作品満開ステージ A さんや、4月から文化放送地上波にてスタートしたラジオ A さん、ブルーミングラジオ、9月25日にブルーレイ DVD の発売を予定しているキャストライブ A さん、ブルーミングライブ2019等多岐にわたる展開を見せている。もイケメン役者のつぼみたちから目が離せない。作品情報、アニメ、A さん、スタッフ、原作、A さん、A3、リベルエンターテインメントキャラクター原案、藤原亮監督、篠原圭介副監督、中園慎信シリーズ構成、林直樹キャラクターデザイン創作画監督、小松真理子美術デザイン、石口、重賞デザイン、秋月亮美術監督、田辺裕子、草薙色彩設計、つもりゆいこ HOA、トライスラッシュ。アニメ化決定ティザー PV、TV アニメ、A さん。PV からシーズンスプリング、ゲーム情報、A さん。A3、リベルエンターテインメントが送る大好評配信中のイケメン役者育成ゲーム、iOS 版、Android 版。総勢24名のイケメン劇団員が登場。豪華フルボイスのメインストーリー。書き下ろしボーカル楽曲多数。春組、夏組、秋組、
冬組に所属するまだつぼみ状態のイケメン役者。街にはビロードウェイと呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあなた、元舞台役者のあなたが出会ったのはヘリップ、借金まみれ、お客ゼロ、劇団員たった1名、かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団。ひょんなことからその劇団を立て直すことになったあなたは、劇団の主催兼総監督を任されることになって、ヘリップ、シーライバーエンターテインメントインク、オールライツリザーブド、